何だろうこのピンとか多分まだ始まってないのかなそんな他のプレイヤー見たいよね、うん、このリーダーボードトップ100のさタクヤとかどこにいんのよ <laughs> レベル931の多分ずっと起動してるだろ931ってえっ何で落ちた なんで落ちたんだよ <laughs> 停止したわよしやめっはは <laughs> <laughs> 待て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 さすがによここでやめちゃダメだろうまだ15分とかしか起動してないってでもねスチームごと起動今止まっちゃったからちょっと待って スチーム販売ページ見たら64件非常に好評。ほんとかよ。ほんとか。賛否両論ではなくて。やや好評で、非常に好評なの。ほんとかい。絶対桜だよね、それ。<laughs> いや、まだ、やり、やって、そんなやってないから、待て待て。何かあるはずだ。64件非常に好評なんでしょう。何かまだある。 まだ、終わってない多分最初の最初で今引き返しただけだ最強するえーっとタスクマネージャーからスチーム落とさなきゃダメなんだなすごいなこのゲーム完全にフリーズしてるやんのよしレビューを後で見よう 起動したよまた取り込んでるほんとに64件非常に好評だ取り込んだどうきたねちょい待ってね読む前にレベルもったいないからどっか入ろう <laughs> レベルがもったいない少しでもやっぱ置いとかないとな岩をあれ入れないのかれな何だろうね この辺行くじゃんテンプルいややっぱいないよえあ,あっあっあっでも違うよねよくわかんない 解決策がストアページにどれストアページ読むわおすすめ神ゲーです煩悩を消すため前作では350時間ほど岩を眺め続けました今では煩悩が消え無の境地に到達することができました今作は共に眺めることができる仲間が増えたため早速フレンドにギフトを贈りました今後も岩仲間と切磋琢磨し己の醜さ煩悩そして大金持ちになるという夢を果たすために岩を眺め続けます 何言ってるか分かんないもんなえ何何のレビューこれ <laughs> え何。な <laughs> んで己の醜さ煩悩大金持ちになる夢を果たすたびにやらなきゃならんどういうことだ誰あ、誰か来たねあへ、お誰か来たわ来た来た岩から逃げるなさんがジョインドゲームお来たあ やっっぱ入ってこれるんだ部屋だけ立ってたのかな、えー、次のレビュー GPU を無意味にフル稼働させるので人肌恋しくなる冬の時期には最適な暖房になりますフレンドに透析してみんなで熱いロックになろう <laughs> もうここの時代こねくり回してるもんな <laughs> GPU をフル稼働をさせるからパソコンが死ぬほど熱くなります。それがこの冬という寒い時期には適していますみたいな。だからおすすめですってさ。褒めてないもんね、ゲーム別に。<laughs> 別にそれはゲームを、のレビューじゃないよね。そ、ただ大喜りだよな <laughs>。それはさ <laughs>、それを <laughs>、大喜りやってるだけだよね、この人たち。 おすすめ、神ゲーです GPU ドカグイブなので NVIDIA コントロールパネルから 3D 設定の管理プログラム設定からこのゲームを指定してフレームレートの上限を60にしておくとファンが静かになりますあ追記ゲーム内設定からフレームレートをいじれるようになりましたあーこれは役に立つわゲーム内設定からフレ高いんだフレームレートきっとどこだ フレームレートどこだ別にいらんなこのゲームのフレームレートって。いや、でもないよ。やっぱアン,ビエグアンビエントオクリュージョンかな僕、怪しいと思ってるのがフレームレート。これかなアンビエントオクリュージョンかなグローバルイルミネーションかアンビエントオクリュージョンのどっちだと思うんだよねフレームレートを制限する。 か新規手法みたいな感じだと思うんだよねフレームレートをガンガン上げるオクリュージョン怪しいなちょオクリュージョンオフにしとくかアンビエントオクリュージョンあれえ嘘メニューから出るがないのかおすすめしません結論から申し上げますと 岩を眺めるゲームからパズル要素を強くした岩毛前作はただ放置し美しい光景を眺めながらこんなところにパズルがと楽しむ内容でした今作ではパズル要素が前面に出ておりかつポイントを割り振る要素も増えましたしかし肝心の岩を眺める点に至っては美しいとは思えず最初ステージでの水表現はがっかりしましたあまりおすすめできる内容ではありませんこれはガチだな 僕ら素人初しょっぱなの水表現でうおーって言ってたもんなやっぱクロートから見ると違うんだガチだわおすすめ犬と岩と和解せよおすすめ私たちは岩になるためにこの世に生まれ落ちたのだと岩になることが天命なのだと悟った頭おかしくなるんだな岩毛やってると。と 岩になります。岩はいいですね。2は天候時間帯を指定可能。岩の表示位置を選べる。岩のスキンをレベルアップしてレベリング速度を上げる。なるほど。経験値効率違うのか。パズルはある。雨音なども一定なので、ASMR というより、視覚的に眺めて楽しむ方かながいいかなと思います。うーん。